私の持っている総合送りのミシンの押さえなんですね。タイトルにもあるように押さえ3選というぐらいなんで、私にとってカバン作りに必要な押さえをこの中から3つ取り上げます。まあおまけもあるんですけど、上下送りのユーザーは無視しているようなんですけども、なぜこの押さえが必要なのかっていう理由が分かれば、それぞれのミシンに応用が効くんじゃないんかなと思います。ではまず使用頻度が一番高いやつ、これ中押さえなんですけども、これを紹介しようと思います。ほんならミシンの押さえを交換していこうかなと思います。だいたい標準ってこういう感じでついてるんですね。細い中押さえがあって、外押さえが、外押さえちょっとね、あの先っぽだけ僕のやつってあのラッパをつける関係で削ってるんですけども、まあそれはちょっと気にせんといてください。なら6ミリのこのね幅の太い中押さえに交換します。これが一番使用頻度が高いということなんですけども、はい、このように外して、まあ、付け方はねどれも一緒なんですわ。で総合送りの中押さえの交換でね、後ろにね締めるネジが、止めネジがついてるんですけども、これをね浮かした状態でこう締めるには結構ねこう先っぽがこうグラグラして、ネジが締めにくいと。でまあネジの締め方というかこう針をねちゃんとブスッと刺してあるんです。なら中押さえ自体にこう上から圧力がかかるので、こう後ろからこのネジの部分にこうやってドライバーを突っ込んでも、そうそうこうくるっと回りにくいと。まあ押さえを軽く上げると簡単にこうやって動いちゃうんですけども、ちゃんと押さえを下ろして締めると。ほんならまあ多少はね動くんですけども、このその浮かした状態でグラグラよりかは全然締めやすいという状態です。今ちょっと動いてもった。はい、僕なんかだいたいラチェットドライバーっていうのを使ってこれでまあ締めてしまいます。でしっかりネジを締めたらこれで完了で、あとはね定規を、まあだいたいこうやって吊り下げ定規を使ってるんですけども、別に吊り下げじゃなくても普通の定規でもはい、いいです。この中押さえと定規の、隙間がね、この隙間が開かないようにぴったり、これがまあ重要です。この6ミリの中押さえでどういうところを縫うのかというと、こんな風にねつなぎ目を縫うというところなんですけど、このつなぎ目にねステッチがないじゃないですか。で何を言ってんねんっていう感じやねんけども、つなぎ目にステッチがある例もちょっと見せます。はい、このようにこのつなぎ目ね、こことここをつないでるんですけど、このつなぎ目にこうステッチがあると、どっちかにステッチがある場合と、例えばこの本体とここのマチとこの半分の生地とこの革の生地を縫い合わせてる境目には、この縁両方ともこうステッチがないと、ステッチがない、ただ単に縫い合わせてるだけの部分っていうのは、僕は6ミリの縫い代で縫ってるんですね。なのでこうそれに対応した中押さえがこれと。でこの針が落ちるところからこの定規までのこの間、この距離が6ミリで、その間に何のこう隙間もないと。まあとりあえずちょっと縫ってみましょう。こうね生地、適当な生地です。これとこれを合わせて端から6ミリで縫い合わせていきます。
なんてことない 6mm で縫い合わされてるんですけども、これこれやったらあかんのというふうな、感じで思われてる方がいてるかなと思うんで、ちょっとやります。ね、さっきついてた中押さえやったらな、定規さえね合わせてたらできるんじゃないというふうに、思われる方もいてると思うんですけども、よいしょ、ね、これではこのね押さえと定規の間に隙間が空いてしまうと、気をつければ縫えるんですけども、まあ、まっすぐやったら本当に容易なんですけどね。これがまあだから何が嫌ってるかって言ったら、この隙間にこのようにねグッと、今わざとちょっと入れましたけど、グッと入り込んでしまった時に縫い代通りに縫えなくなってしまうと、これがまあとにかく嫌だと、まあ嫌ってるということなんですけども、まあ気をつければ縫えるじゃんと思うんですが、そのこのように曲線のものと直線のものを縫い合わすときに気をつけんとあかんようになると、要はこうやってミシン押さえっていうのはこう注意をする箇所を減らしてくれるというふうなね、ほんで違うところに注意して綺麗に縫えると、そういうもんなんですけど、このカーブのところなんかはもう本当にこの隙間に入る、カーブって見えへんな全貌が、はい、このカーブになってるところと直線を縫い合わすところなんかが特にこの隙間にグッと入り込むと、まあ距離が合わないとね、まあめっちゃ器用、まあ、気をつけて縫えんことはないけど、 6mm の中押さえを使ったらこう今みたいにちょっと気にしながら縫わんでも、例えばもっと急なカーブとかやったらもっと縫いにくくなるんでね、そういう時とかは本当にノーマークというか気にせんで、もう定規にさえ、定規に生地が当たってるところさえちゃんと見ていれば綺麗に縫えるんで、よいしょ、ちょっと続き縫おうか、よいしょ、さあこういう具合にね、もうこうなんぼ押したってこの間に、まあこれ生地も硬いねんけども、隙間からこう出る余地がないというふうなね、なので楽に縫えるなというふうな感じです。ちょっと角度を、というふうに 6mm で縫い合わされるということで、縫い代が 7mm の人はこの幅が 7mm にすればいいし、 5mm の人は 5mm にすればいいと、 1cm の人は 1cm にすればいいというような感じで、まあ要は自分の普段の縫い代通りの押さえがあれば、このように一つね注意する箇所が、ここの隙間に入るか入らないかというような注意をしなくても、まあ縫えるというような、これがまあ 6mm の押さえの使い道です。次も中押さえなんですけども、こいつ、これは端から 2.5mm の中押さえになります。ステッチを効かしたりするときに使うんですけども、使用例をいきます。さあほんなら 2.5mm の中押さえに交換しようかなと。ここ色塗ってるのは気にせんといてください。カバン教室のミシン、総合送りのミシンがね、4台あるねんけども、それぞれのミシンに一応ね色つけてるんですよ。
この黄色はこのミシンのとか、なんかそういう感じです。2.5mm に合わせて定規をひっつけたら、まあ単純にコバステッチが、まあここにさえ沿わせれば、ね、このように。まあコバステッチのための押さえ。という感じなんですね。これ結構そのいろんなハンドルのステッチにも使ってるんですけど、まあこういう手下げのこういう縁ね、よいしょ、これでもちょっと太いかな。そうですね、これちょっと太いな。これは3ミリでやってるかな。こんだけアップしたいな。はい、針が刺さってるとこがステッチよりも外側に来てると、 2.5 の方がちょっと攻めてるというような感じですね。きっとこのハンドルは3ミリの押さえかな。3ミリのは標準でね、普通にミシンこうたらついてるという押さえなんですけど、それの右側を削った 2.5 ミリという感じですね。そっちの方がまあちょっと攻めたコバステッチが縫えるという、それが2つ目の押さえです。最後3つ目、外押さえなんですけども、これねバックカットなんですけど、ちょっとこれね削ってもらってるんです。バックカットをね新品で買うと比べてわかるかな、ちょっとねでかいんですね。それをね底とつま先を削ってるんです。これミシン屋さんに言うて削ってもうてるんですけども、そうしないと僕の持ってるミシンの標準の押さえと高さが合わないということでね、高さを合わすために、削り落としてもらいました。では使用例を言ってみます。さあ、ほんで3つ目の押さえは外押さえですね。これまだ取り替えてないんですけども、中押さえはさっきの 2.5 の中押さえです。この中押さえの右端の角を目印に、よいしょ、はい、右角を目印に一歩踏んだらどうですか。これ皮の縁から中押さえの角がはみ出してるんで、ちょっと戻す。はい。また踏んだらはみ出すので、ちょっと戻す。みたいな感じでね。このように縁を塗っていく。まあ、目安にもなると。で、こう、来た時に、はい。ここで旋回。で、ここで旋回した時に、はい、踏んづけてしまうんですね、通常の押さえやと。わかります？外押さえがしっかり踏んづけてますよね。これでは次こう針を進めようと思っても、この外押さえとこの皮がこうズリズリズリと引きずってるんで、うまく進めないので、こういう時にさっき紹介したバックカットが活躍。ちょっと付け替えますね。ごめん、めっちゃ揺れてもらった。さあ、交換。はい、これでかかとの部分が、皮に触れてないという状態なので、このままミシン掛けが、まあ、安定できると。
一周して重ねて、こういうところのね、際が、まあ、縫えるという、これバックカット超便利です。まあ、別にこのバックカットがなくても、できる方法はね、他にもあるんですけども、ちょっと手間がかかると、これやったらほんまに便利だなというやつです。一応、ここまでが3選なんですけども、おまけなんですけど、3選って言っといておまけっておかしな感じですけど、外押さえで、ね、ちょっと細いんですね、この勝手に細外押さえとかって言いにくいんですけど言ってますけど、これがね、幅が細いと。で、通常の外押さえこんな感じですね。だいぶ太さが半分ぐらいの太さになってるんちゃうかなと思うんですけども、細い外押さえの使用例ですね。まあちょっとモデルで作ったんですけども、こういうね、裏地を落とし込んでこう口元を縫う時にこう缶がね、ちょっと上に来すぎてしまってると。要はここ口元とここのこの D 缶の部分との隙間がまあちょっと狭いと。まあ、こういうのが出てきた時に左側のこの外押さえ側の幅が狭いとね、有利ですよね。こうまあかわしやすい、こんな感じで、こんな風に縫えるということで、これが通常の押さえやったら、もうここでね、だいぶ窮屈なんですね。ギリいけんことないけどというような感じです。まあだからあったら便利というような感じで、まだもうちょっとだけだから、上に上がっててもさっきの細い外押さえやったら攻めれるというような、そういう使い方です。逆押さえも便利ですね。これもちょっと使用例を見せます。こういうね、ちょっと大きい品物になってきた時に、まあここはもうステッチすでに走ってます。こっち向きでね、こんな風にミシン掛けできるんですけども、反対側がね、まあ我慢したらできるんです。まあこれぐらい辛抱せいやというような感じもあるんですけども、このミシンの右側、ここ懐って言うんですけども、懐側にね、こうモサモサと入りにくいと。まあこれ普通に例で作っただけなんで、折り曲げたら普通に縫おうと思ったら縫えるんですけど、時たまやっぱりもうちょっと硬い素材がやってきたりとかした時に入りにくくて鬱陶しい時に逆押さえというのを使うんですね。通常はこういうことです。外中押さえの右側とこの段差の縁を合わすというんですけども、それの全く逆。さあ、これでついたんですけど、アップにしましょうか。こんな風に、外押さえが右側にあったんですけど、今度左側にあると。要は中押さえの左側がまあむき出しになってるという状態で、これだと、はい、中押さえの左側を見ながら芯掛けをすると、これちょっとカメラ引きますね。右側の懐側がこっちの距離の方がこう短いんで余裕で入りますね。左側はもうこうダラーンとぶら下げていればいいので、あとはもうこのまま縫っていくと。まあ辛抱したらできるんですけど、あれば便利というやつです。もう一つの使用例ですけど、丸持ち手を作ることができます。まあ後切りタイプなんですけどね、ミシン掛けしてから縁を切り落とすというタイプなんですけども、通常のこの中押さえより左側を落とした中押さえとの
コンボで丸持ち手を作ってみようと思います。ちょっと押さえ変えます。押さえのもう左側がなくなってる状態です。でなのでもうギリギリ攻めれると。よいしょ。でしょうか。とりあえず最初に挙げた3つは効率がよくカバンが作れるかなと思います。黒崎ミシンさんでね、あの総合送りのミシンを買われたら、まあ、自動的に、この中村セットが、自動的にじゃないな、あ、ちゃんと言わなあかんね、あの中村セットつけてくださいというような感じで言ってもらったら、6ミリの中押さえと 2.5 ミリの中押さえ、それとバックカットがついてくると、そういう具合になります。ちょっとね、重機さんの標準とはちょっと高さが違うので、黒崎ミシンさんで凍ったミシンのみ対応できると。ただ言ったようにね、6ミリは僕のカバン作りの、縫い代が6ミリなんで、7ミリで縫う人は、まあそこは7ミリになるし、その辺は購入したミシン屋さんと相談して作ったらいいかなと思います。さあ、なんかの参考になったかなと思います。同じようにね、上下送りミシンの押さえもちょっといろいろありますんで、また機会があったら、紹介しようかなと思います。そんなわけで今日は、配信お休みしましたけど、これで代わりになったらと思います。最後までご視聴ありがとうございました。来週またちゃんとやります。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた来週。さよなら。